どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが10月25日の月曜日なんですけれども、タイガースは昨日デイゲームで見事勝利しまして、残り1試合、ただナイトゲームでヤクルトも勝ったんで、依然ヤクルト有利には変わりないんですが、残り1試合全力で戦い抜くしかありません。で、そういった中で現状今一番頼れる存在になっているのがロハス選手ですよね。まあ、ですので今回の動画では、なぜこのロハス選手が最終盤また状態が上がってきているのか、それは一度9月に抹消になった時に2軍打撃コーチの平野さん との絆がね。一つ理由になってるんじゃないかなということで、こういったところ深掘りしていきながら、現状のロハス選手についてお話ししていきたいなと思います。では、早速お話をしていきますけれども、まずは昨日球団から発表された怪我の情報なんですけれども、それというのも北条選手が左肩の手術を行いまして、今シーズン中の復帰は絶望となりました。北条選手は10月18日の試合で12塁間の打球に飛びついた際に左肩を負傷して途中交代。北条選手は2018年にも飛びついた際に左肩は脱臼していて、今年9月15日にはフェンスにぶつかった際に同じ箇所を。 アダッキュ完全に左肩の怪我が癖になってしまっている形だったんで今回手術に踏み切ったという流れになりますで北条選手はこの手術に対してコメントを出しているんですがこの大事な時期に怪我をしてしまいチームに貢献することができずに本当に悔しいですまた全力でプレイしている姿を皆さんに見てもらえるように一日一日全力で野球に取り組んでいきたいと思いますということで北条選手はバッティングの状態も良かったですしこれから最後の戦いそしてクライマックスシリーズ日本シリーズが待っている中でムードメーカーである北条選手がいないのはかなり痛いです坂本 にいるだけでも全然違いますし左ピッチャーの時にはスタメン起用というのも十分に考えられました何度もズルズル怪我をするというよりはこうやって手術する方が今後を考えるとプラスになるのかなと思うんでまずはゆっくり直してもらって来年もう一度元気な姿を見せてほしいなと思いますそしてもう一つ昨日タイガースは勝利してさあナイトゲームのヤクルトはどうなるかというところだったんですがジャイアンツ都合投手がまさかの6失点でジャイアンツが敗れヤクルトが勝利これによって変動した最新の優勝ラインについてお話をしていきますがここはざっくりではありますけれどもまずヤクルトの最短優勝は26日。 ヤクルトが勝ってもしタイガースが引き分けもしくは敗れるということがあれば優勝。ヤクルトが引き分けた場合はタイガースが敗れると優勝という形になります。で一方タイガースの最短優勝というのは二十九日少しパターンが多いですけれどもタイガースが優勝するためにはもしタイガースが勝利した場合ヤクルトが残り三試合を引き分け引き分け負け勝ち負け負け引き分け負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 けこの四パターンで優勝です。そしてタイガースが引き分けた場合は引き分け負け負けか負け負け負けそしてもしタイガースが二十六日敗れた場合は優勝するパターン。 とすればヤクルトの3連敗しかないという風なパターンになります。ですので、現実問題、以前ヤクルトが有利なことに変わりはありませんが、まず26日勝つというのが今のタイガースにできる可能性を広げる最大限のことです。あとは天命を待つという形になるわけなんですが、一体どんな結果が待っているのか、ここは楽しんで見ていきましょう。では、本題に入っていきますけれども、タイガースはもう絶対に負けられないと追い込まれた。先週の6試合を見事、4勝2分けの無敗で乗り切ることができました。この粘り強さはさすがだなというところなんですが、この6試合誰よりも頼れる存在になっていたのがロハス選手でした。まるで。 が、不審に陥って大山選手。近本選手が試合に出られない。その中でロハス。選手は総攻守でチームに大貢献前半戦とは別人のような集中力を見せていて、この間素晴らしい成績を残してます。ですので、今回の動画ではロハス選手のこの間の活躍であったりだとか。なぜここに来て集中力が上がってきたのか、それは二軍降格を言い渡された際に、二軍バッティングコーチの平野コーチとの絆に理由があるんじゃないかなということで、そういったエピソードについてもお話ししていきます。では、まずロハス選手のシーズンを通した。全体成績なんですけれども、ここまで5。9試合で打率が2割2分186。18 打点盗塁1つ出塁率が2割8分とということで打率は全体で2割2分、やっぱり前半戦のノーヒットが最後まで響いている数字なんですが、僕がいいなぁと思うのは、この打率の割にはという言い方はちょっと良くないかもしれませんが、打率よりも出塁率が7分ぐらい高いんですね。まあ、これって要するにしっかりフォアボールを選べているということ、ロハス選手って変な癖がないというか、もちろん低めの変化球を振らされることはあるんですが、そのワンパターンでやられない賢さは持ってるなと基本どんな素晴らしいバッターでもやられてしまう時っていうのは大体低めの変化球ですし、 それを100発100中見送れというのは厳しいものがあります。しかし明らかに集中してる時のロハス選手って低めの変化球をうまく拾ったりファールで粘ったりっていう風な形で技術がしっかり伴ってるなというのを後半戦に入って感じます。それが一つ顕著に出ていたのが10月23日先日のカープ戦ですね。相手は森下投手ガンガンゾーンに投げ込んでくる投球の前に簡単にアウトになるシーンも多かったんですが、ロハス選手は違いました。粘って粘ってフォアボールを選んだりしっかりヒットを打ったりでなんと森下投手相手に3打席で24球投げさせました。これは1打席で8球投げさせる計算になってこの 森下投手は133球球ままで球数が増えましたこの粘りがなかったら坂本選手の同点タイムリーはなかかったかもしれませんこの同点タイムリーもロハス選手のフォアボール、そして佐藤選手のレフト前ヒットで迷わず三塁に行った走塁が効きました三塁に行くことによって低めの変化球はワイルドピッチの可能性があって投げづらくなりますしどうしてもゾーンで勝負したい気持ちが強くなりますそれを考えてもロハス選手が三塁まで行ったことはあの試合で大きなポイントになってましたそしてロハス選手の集中力がこの最終盤いかに上がってるかということなんですが 安打率3割1分3厘ホームラン2本5打点出塁率が3割6分5厘 OPS886 という安定した成績さらにこれを直近6試合に絞ると打率が4割ということで今誰よりも頼れる存在になってます理想を言えばもう少しホームランが出ればという思いはありますが今はそんな贅沢言ってられませんからねスイング的にも韓国でホームランを量産してきたとはいえどちらかというと中距離バッター3割以上打ちながらホームランを20本から30本ぐらい打ってくれたらというのが日本での理想型かなというふうに思ってますもちろん左右のバランスを取りながらここまで右投手の打率が2割5分 左ピッチャーの打率が1割5分とということでやっぱり左打席の方が右打席よりも1割ぐらい高いんですよね。このバランスがもっと良くなってくれば全体的な数字もおのずと上がってくると思います。そんな現在好調のロハス選手なんですけれども、後半戦のスタート、8月は一度母国に帰って、英気を養った甲斐があってか、前半戦0割台だった打率が、8月月間打率は2割8分1厘、ホームラン4本と結果を出しました。しかし9月に入ってまた失速、9月は打率1割6分7厘、そして守備でも制裁を欠くミスが出てしまって、9月の22日に抹消されました。 来るののは厳厳しししししいいいいいんんじゃないかかか競争も厳しいしもももたたら契約もどうかというと話も出ていたんですがそんなロハス選手を作ったのが2軍バッティングコーチの平野さんでした。平野さんといえば皆さんご存知の通り、タイガースで活躍したヒットマン、ガッツあふれるプレイが印象的な選手でしたが、息が詰まりそうなロハス選手に寄り添ってサポートをし続けました。そしてロハス選手は10月の2日に再昇格、サンズ選手の状態が回復しなかったので、思い切って首脳陣は決断しました。そこでロハス選手は10月6日のベイスターズ戦、他の選手が打ちあぐねていた大貫投手の変化球を豪快に勝ち上げてランを ホームランこれがそのまま決勝点になってタイガースは2対0で勝利この試合で70勝に到達してクライマックスシリーズ進出タイガースの3年連続 A クラス確定に導きましたその時ロハス選手はコメントを出していたんですが平野さんはよく気にかけてくださいました降格初日から色々声をかけていただいて気持ちの面で助けていただきました平野さんのためにも今日はいい結果が出たので非常に嬉しく思いますということでこういう選手とコーチの絆って本当にいいですよね選手にこうしてコメントしてもらえるだけでコーチ冥利に尽きるというか自分の寄り添い方は間違いじゃなかったんだなと思いますからねそしてそこから 今の活躍に至るっていう風ななわけなんですがロハス選手って他の野手が苦しんでる時にここぞでガツンと打って活躍するシーンが多いなと思うんですね大貫投手からのホームランもそうですし先日の森下投手もそうです周りの勢いに乗って打つというより自分で流れを作りに行くシーンが目立ちますもちろんミスやボンダは誰にでもありますが一生懸命プレーする姿は変わりありません確かに前半戦は全く打てずあの打席数を他の選手に与えていたらもう少し多く勝てたのかなとかあの守備でのミスがなかったらとか最後の最後になるとそうやって考えがちなんですが僕はこれまでの積み重ねで今があると思って ますあの時勝っていたら、打っていたらではなく、すべて繋がってきたからこそ、最後の最後まで楽しめてる。そう思っていつも見るようにしてます。シーズン通しての成績は正直寂しいものがありますが、おそらく他の複数年契約の選手の対談情報とかはないんで、ロハス選手も来年タイガースに残る形になるかなと、残り1試合、そしてクライマックスシリーズ以降も楽しみな存在ですが、2年目の頭から1年間、日本野球に適応していく姿が今から楽しみだなぁと、個人的には思ってます。やっぱり今改めて思うのは、スケット野手が3人いてよかったなと、タイガースは去年からスケット8人体制を敷いてますが、スケット選手ど 投手の争いがあることで、お金はその分かかりますが、切磋琢磨してそれがいい方向に転んだ時のパワーは無限。大現に。春先はマルテ選手。サンズ選手がロハス来るなよ。と、ここは俺たちの居場所だと奮起してました。そして、夏後半戦の頭はサンズ選手ロハス選手がマルテ来るなよと俺は落ちないぞと奮起。そして今ロハス選手マルテ選手がサンズ上がってくるなよと最後までシーズン走り切るぞということで、もちろん3人揃って試合に出て大爆発してくれるのがベストなんですが、いい風に捉えると長期で見て3人共倒れすることはない。シーズンだったなと言えます。他球団見渡して。 を助っ人野手が全く機能せず、もしくは思うような成績が残らず、低迷ということも多いです。あのホークスでさえ長年支えてきたグラシアル選手デスパイネ選手が怪我や不調で長期離脱。今年のオフは契約を結ばないことが濃厚とされてるんで、共倒れすることがなかった。念には念を入れておいた作戦が今生きてるなと思います。僕は正直なところ今はこうしてロハス選手に対していい状態だなと思って、こうやって動画で取り上げさせてお話をさせてもらってるんです。けれども、前半戦の姿を見るともういいだろうと。僕は糸井選手が一番推しの選手なんで正直状態がいい。糸井選手使ってくれよとひき目もあって。 思ってましたですが、手のひら返しの意味も込めて、逆にロハス選手で勝つ試合が作れたら、優勝できるかもしれないなというのは個人的にずっと思ってたんですね。そこで飛び出したのが横浜戦での一発。そこからいい流れをつかんで、ここまで来ることができました。泣いても笑っても残り1試合、試合振り返り動画もシーズンでは最後という感じなんですが、いつもこの動画が楽しみです。勝っても負けても見させていただいてますっていうコメントが、いつも本当に励みになってます。5月ぐらいにこのチャンネルを開設させてもらったんで、1年通してはできませんでしたけれども、開始してから休むことなく投稿できたというのは皆さんのおかげです。本当にいつもありがとうございます。できれば勝っ 終わりたいその後の未来は神のみぞ知る。その展開に持ち込むためにも、ロハス選手の爆発は必須です。この集中力を最後まで維持してもらって、平野コーチを喜ばせてあげてください。頼むぞ、ロハスジュニア。よかったら、ぜひとも皆さんのコメントというのもいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この半身情報局、チャンネル登録者18,800人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せチャンネル 登録者1万9000人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いいたしましょう毎日トラホーありがとうございました泣いても笑っても残り1試合この1試合でロハス選手の爆発はあるのかもう一度注目してみていきましょうではまた